はい、えっちゃんねるのえっちゃんです。今回ですね、紹介する商品はこちらでございます。ロジクールの C920R という、ウェブカメラを今回は購入いたしました。こちらですね、フル HD の、ガラスレンズ、画質がかなりいいっていうのと、あとマイクがね結構いいっていう風に聞いたので、今回ですね購入させていただきました。じゃあ早速ですね、ちょっと開けてみましょう。はい、実際ですねこの箱を開けてみると結構シンプルですね。中からこういう感じで出てくる。あんまり引っ張りすぎてよくないぞこれは。あ、はい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 おーよよよよよ、え、あ、これな、え、はいはい、こんな感じでございますね。はい、じゃあ形状はですね至ってシンプルでございます。ただこちらの USB にグサッと刺すだけでございますね。こちらの方にね、ちょっと紙これビニールをですねこれ外すとですねマウントできるやつがあるのかな。はい、じゃあこちらのねウェブカメラなんですけど、まあ、どういった形になるかというとですね、縁にですねパソコンの縁に、かけて、でこれで支えて、カメラを撮るという形になりますね。実際にどういう風に引っかかるのかをやってみたいと思います。あのウェブカメラの方をですねどうやって設置するかっていう、説明なんですけど、一応ですねこういったカメラがですね稼働する域があるんですね。このカメラがこういう感じで稼働します。ただ稼働はねそんなに稼働しないんじゃないかな。であとこれをねパカッとこう上に開けられるので、これをですねどんな感じに取り付けるかっていうと、ここにですねこの部分を引っ掛けるようなイメージでやってください。こういう感じですよね。要はこれ MacBook なんですけど、これをねこういう風に稼働してやるという。だからあんまりこれね下向きはね得意じゃないと思います。ウェブカメ自体はね照明用でほぼできてるんだと思うんですけど、下のものを映すっていう感じではここの縁にねつけて、下のものを映すっていうのは結構難しいのかもしれないです。結構ギリギリまでやるとまあこういう感じかな、これぐらいかな、これぐらいの角度、まあこういう感じですね。まあでも意外といけんのかな、これはね。ちょっとね、これね、このヘッド回んないですよね、これ。なんで、固定なんで、もうまっすぐですね、まっすぐに、撮影するっていう形になります。もしくはですね、これ以外でも使い方はあるんですね、実は。もう一つのですね、使い方なんですけど、こちらの、カメラはこう卓上型にもできます。はい、こういう感じでね置くこともできるので、まあ、なんかこのここにこうやって缶かなんか置いていただいてもいいですし、箱かなんかで置いてカメラ側にしても構わないと思いますので、まあ、こういった機能がついてます。あとちょっと上の方向上の方向あるのかな、上の方向あるのかわかんないですけど、上の方向を見せるときはまあこういう感じでね、でちょっと垂直に見せるときはこういう感じで、見せることができます。はい、意外とねこれねカメラねやっぱでかいですね。見た感じもね、結構、まあ、実際ですね通販で手に入れたんで、まあ、通販で手に入れたんでその大きさがよく分かんなかったんですけど、意外と大きいですよこれ。アップルのこれ15インチの MacBook なんですけど、結構ねでかいんですよねこれ。はい、こちらの方のですね、スペックの方ですね、お伝えいたします。スペックの方ですね、C の 920R の場合はですね、HD 動画撮影の場合は、フル HD で1080になりますね。スカイプ動画の場合も、フル HD の1080で使います。静止画の方は1500万画素。264のエンコーディングありという形になりますね。画質の方は最高画質という形になります。レンズテクノロジーの方がフル HD ガラスレンズ、フォーカスタイプが20段階のオートフォーカス性になります。内蔵マイクがデュアルになってますので、スピーカーが2つあるような形になりますね。で実際ですね、こちらのウェブカメラなんですけど、使った、感想なんですけど、
ものすごくいいと思います。デュアルマイクなので結構ね、声の音質もいいですし、あと映像もやっぱり綺麗なので、僕が使ってるものはウェブカメラで一番安いやつを使ってたんですよ。2000円ぐらいのウェブカメラ使ってたんですけど、やっぱりね、ちょっと安いものは安いっていう感じなので、映像的にはねあんまりクリアではなかったんですね。まあ2000円ぐらいのものと比べちゃうとかなり違うんですよ。まあ、他にもっといいカメラを使ってる方いらっしゃると思うんですけど、でもやっぱりいいカメラは使った方がいいとは思います。やっぱり結局はね、安いものを買っちゃうとね、やっぱもうそれだけで、なんつうんだろう、壊れやすかったりとか、まあ映像があんまり良くないとかっていう形になるんですよね。で結局買い替えたりする。そのような行動がね、大体もう目に見えてる状態です。まあ、実際僕もそうなんでね、やっぱり映像だったりとか音声とかそういうものをね、求めるようになってきちゃうんですよ。私はこれでいいやっていう人もいるんでしょうけど、結局はねやっぱりいいものはいいですから、実際にこういうものを買ってもいいとは思うんですよね。まあこういうウェブカメラを持ってない人もいると思うんですけど、まあ実際にですね、まあこれをウェブカメラで少しでも興味持ったら、このカメラ買ってもまあ間違いないとは思うんですよね。実際ですね、僕の友達もこのタイプを使ってる人がいらっしゃいます。家族と友人とかで過ごす時間帯もあったりするんですけど、やっぱり出張行ったりとか、まあ、外国の方にね行っちゃったりとかして、家族に会えなかったりとか、友人とちょっと話をしたいとか、まあ、あとは最近では自宅で飲みながら、お互いにウェブカメラを、置いて、でお互い、まあ、居酒屋にいるような感覚でお酒を飲んで話をしてるっていう人もいるんですね。あらゆるネットワーク接続に対応してますので、身近な人々とつながることができると思います。なおかつ高画質高音質ですので、ね、映像が綺麗で、なおかつ、まあ、声もね綺麗に相手に送ることができる、まあ、これって結構すごいことだと思うんですよ。でなおかつですね、こちらデュアルマイクですので結構臨場感があるみたいなんですね。2台のマイクをウェブカメラの両側に搭載してますので、まあ、テレビ電話だったりとか録画した動画でも結構自然な感じでステレオオーディオが、まあ、実現できているっていう形みたいなので、結構臨場感はあると思います。あと今回ですね、こちらの C920R なんですけど、前回のモデルは Windows しか使えなかったんですよ。なんで自分は Mac と Windows 両方とも持ってるんですけど、やっぱりMac タイプがあまりなかったんですよ。ロジクールのウェブカメラっていうのがお手頃な値段でね、しかもね、今回はちょっと、前回はまあちょっと安いのでいいか、 Mac 対応だしみたいな感じで買ってしまったんですよ。少し経ったらロジクールさんがウェブカメラを発売して Mac と Windows 両方とも使えるようになったんで、こちらを購入しました。で対応 OS なんですけど、 Windows 10以降で、Windows 7と Windows 8、 Windows 10以降という形で使えます。であと MacOS の場合なんですけど、X の 10.6 以降という形で使えますので、それ以下の OS の方はちょっと難しいという形になりますね。まあ、こちらのカメラでいいところはデュアルマイク、やっぱりマイクがねすごい綺麗なんですよ。結構綺麗で、まあ、画質も綺麗、はい、これがすごくやっぱり売りだと思います。であと僕がちょっとね少し改善してほしいなという点があります。これ何かというと、自分的にはね、ちょっと下の、これパソコンから見下ろす画像もちょっとね、映したかったので、この可動域がね、もうちょっとね、稼働してほしかったなっていうのもありますね。ここがね、ちょっとあんまり自由効かないっていうのは、難点かな。あとはね、これ、ここですよね。これがね、こう、くるくる回んない？これ回んないので、結構きつい。自分が今使っているウェブカメラなんですけど、これがこう稼働するタイプだったんですけど、これ稼働しないんで、やっぱりちょっとね、横にちょっと反れたいなって思った時には、これ反らすことができないんですよね。まあ、やっぱり卓上でこうやって置いて、こうやって可動域をこう頑張ってやるしかないっていうのがあるので、まあ、これがデメリットかなと思います。あとこれ何気にですね、何気にって言っちゃいけない。
こちらがですね、カメラの、卓上カメラのネジがついてますんで、例えばですね、カメラの卓上ホルダーに取り付けて、実際こうやって撮影することもできます。その他のデメリットは特にないと思いますね。まあ、やっぱりこのウェブカメラっていうのはね、結構画質と音っていうのは結構重要なんですよ。やっぱり安いの買ってしまったから分かるんですけど、画質が悪いとね、やっぱりたまに僕もウェブカメラで友達とね、一緒にこうお酒飲む時に、ちょっと遠い家なんですよ。なんで遠い家で、まあ、実際会うのも大変なんで、ウェブカメラで飲んだことはあります。でもこれって結構面白いですよ、意外と。顔見ながら、酒飲みながら、何食べてんのとかなんかいろんな話もできるん で顔見ながらもさらに話ができますからね。これはものすごく、これリーズナブルなと思いましたね、居酒屋行くよりも。でも今後もしかしてそういう時代が来るかもしれないですよね。ウェブカメラでちょっと居酒屋風にね、ウェブカメラをお互い持ってで話することも可能ですから、お互いね、連絡さえ取れれば、じゃあこの時間に待ち合わせをしてスカイプで話をしたりとか、そういった形も使えますからね。スカイプにつないで話をするだけですから、結構ね、やっぱりそこでね、画質が荒かったりするとね、まあなんか微妙だと思うんですよね。やっぱりこうやってね、画質悪かったら何の食事か分かんないとか、なんか反射しすぎちゃってどんな食事か分からないとかあと顔がね、ちょっとやけに白くないみたいな実際僕はありました。なんか顔白くなったよねって。でもやっぱりカメラ、安いカメラだと色合いがね、全然は色合いがね、あんま良くないんですよね。だからやっぱ実際の色とカメラで映す色が結構違かったりするんで、これだとやっぱりね、そんなでもなかったですね。ちょっと入れ替えたんですよ、実は。古いカメラと新しいカメラでやったんですけど、やっぱ新しいカメラ全然違うみたいですね。あ、そんな色してたんだとか、まあ、俺今までどんなウェブカメラ使ってたんだっていう話なんですけど、やっぱりこういうのはね、いいものを使ったりすると長く持ちますので、こういうのって。やっぱいいものって長く持つんですよ。で、あとは自分の使い方次第で、さらに長く持たせることもできますし、まあそれを長く持たせてで使うんであれば、ものすごく安い買い物ではあると思うんですよね。おまけに居酒屋行かなくてもいいし、喫茶店行かなくてもいいですし、ある意味そこで3回か4回ぐらい居酒屋を我慢しちゃえば、これ買えちゃいますからね。まあ、そういった、まあ、ツールにも使えると思います。自分としてはね、この商品は買ってよかったと思います。まあ、これはね、人によって、よし悪しが違うと思うんですが、まあ、やっぱりちょっとね、さっき言ったデメリット、これを許せるんであれば、まあ、こちらを買ってもいいとは思いますので、ぜひともね、こちらの方、購入してみてはいかがでしょうか。はい、では本日はね、こちらの動画以上で終わりにしたいと思います。またね、何か不具合があったりとか、あとちょっとこれ気になるなって思ったところありましたら、その概要欄に貼り付けておきますので、よろしくお願いします。今後ともですね、このような商品紹介だったりとか、あとは旅の動画もやってますので、こちらの旅の動画を見ていただいたら幸いでございます。ぜひともね、チャンネル登録していただいて、より一層こちらの動画の方を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。